500万の枝豆なんて聞いたことねえよ。現金携帯アクセサリー、金歯はめてるやつは手を挙げろ。ほらやんのかこの野郎。うちの賭けは倒産だ。おまとめローンとかやってませんか。ゼニーに支配されたやつはゼニーの形が見えなくなるぞ。あれはマイナスを抱いて落ちる覚悟だ。肥料を買って芋を育てろ。芋が育たなければ体を売れ。闇の金は闇に返す。チャンスってのはな、貯蓄できねえんだ。ゼニに支配された奴を見下して奴隷にしてんのか。なんか言えって。筋を通すのがヤクザじゃなかったのか。絶対殺す。なら今死ぬ。ゼニの匂いって好き。ゼニに救ってもらいながら落ちるなんて計算やめておけ。